石出吉種の墓、石出吉種、または、天文11年元な4年6月22日は、足立区千住カモニアドの開発者、通称は、カモンスケ。吉種の出身地は確定していないが、新編武蔵風土記によれば、千葉市一族で、東う海国の出身とされており、また、南足立軍子によれば、千葉日向種幸いねの長子として、相模国小田原に生まれたとある。 ちなみに石出という仮名そのものは、千葉常ね種のひまごで、下佐国か取郡に石出を領した、石出次郎と種朝に由来する。下佐国を経て、足立氷本木村に土着し、後に、千住へ移り住んで、千住玄長寺に葬られた。子孫は長く家紋宿の名主を務めた。文禄元年、弟の里資源法院が、元木吉将院住職であった縁で一族で、 元木村に移住、翌年から、戦場橋架橋工事に参加した。家門堤と呼ばれる堤防を築き、戦住塾を水害から守った甲により、大正4年に十五位を追造された。完成状は、家門助と書くのが正しいが、戦国時代の乱り症であろう。天馬長老屋敷の長を世襲した、石出で脇との関係は解明されていない。ありがとうございます。